さあ、続いて参りましょう。松永翔平選手対小野大輔選手、第13試合です。小野選手が汗をかいてないという永井選手のご指摘がありましたが、どうですか？そうなんですよ、ええ、たまに一緒にソサイチとかやったりするんですけど、はいはい、動きの量的には多くないんですけど、ええ、その質と、なんていうんですかね、タイミングとか、あれ汗かいた、拭いてましたけど、いやいや出てないですからねさあ参りましょう、第13試合スタート。でもやっぱりフットサル選手の間合いとか、ええ、運び方って独特ですよね、ええ、横の動きとかやっぱりこうタイミングがいいです非常に、はい、やっぱり、はい、やっぱそこは違うんですね。そうですね、サッカーだとスペースがあるんで、前に運びたくなるんですけど、ええ、フットサルだとスペースないんだ。おー、一気に行きました。フットサルだとスペースないんだ。おー、一気に行きました。あの縦のスピードですよね、フットサルだと横の動きの中で相手をずらしてっていうところだと思うんで、こういう横の動きですよね。そうですね。で、止まるんですよ、キュッと。そうですよね、はい、今みたいに打ったりとか、はいあのやっぱピタッと止まれるのがすごいですよね。そうなんですよ、サッカー選手はそこで止まるってなかなか難しいんですよ。どうしても少しボール動いちゃう、難しいんですよ、どうしても少しボール動いちゃう。おお、ディフェンスから1点取り返しました。自分で発注してた。ここも小野選手の足が出てきました。最初松永選手キックオフ直後にちょっとシューズ気にするふりしてから抜きに行きましたからね。そういったいろんな駆け引きが出てきます。さあどうだ、ダブルタッチから抜きに行ったが、ここは長いリーチが出てきました出てきます。さあどうだ、ダブルタッチから抜きに行ったが、ここは長いリーチが出てきました出てきます。さあどうだ、ダブルタッチから抜きに行ったが、ここは長いリーチが出てきました。やだな、真ん中もう冷静ですね、はい、冷静にここは右のカラムを倒しに行きました。2対1。強い。いや、単純ですけど、やっぱこれディフェンスも皆さんやっぱ1対1強いですね。そうですね、間合いと体のその強さと、やっぱ対峙してて、強えなっていう選手と、はい、なんだ動かねえなっていう選手、痛いんですよね、当たると。はい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 、で結構その対峙した時に、今日なんか初めて対戦するような選手も多いので、はい、対戦した時にこう感じますよね、痛いとか強えとか、うん、足が伸びてくるとか。よく言いますよね、それね、岩みたいだったのがね、はい、この選手もここはサイズの差を生かしてキープしますどうだ、さあここで返せば同点です。どうだ、いや全然動じないですね。そうですね、あっ、ね、動じないですね。そうですね、あっ、ね、動じないですね。そうですね、あっ、ね、いい勝負、真ん中。さあ2対2、真ん中のカラムを残してさあ、そして残り時間も少なくなってきました。どうだ、あーきた、どうだ、きた、どうだ、あーすごい、残り10秒、お見事、小野大輔選手の最後、見事な左足、3対2、小野選手の勝利です。拍手、お二方お疲れ様でした。いや、最後小野選手見せてくれましたね。そうですね、正から動の動きの質ですよね、はい、しっかり狙ってきましたね、石川選手もあと3試合か、はい、残ってますけれども、まだ残り試合頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。